鞘山藩、ジニアと久サヤジニアは、河内国丹南郡池尻村及びハンダ村にあったジニアで、鞘山藩の藩長である。天正18年、豊臣秀吉による、小田原征伐により、五法上氏五代当主、法上氏直が、高野山にて実況を目ぜられ、これに氏直の叔父にあたる法上氏乗りも従った。翌年許された氏直は秀吉から一万国を与えられたが、 ほどなくして死去し、ご北上氏の本家筋は耐えた。立藩前夜、宇治直から家督を相続した宇治則は、河内国に七千国を配領し、大阪屋敷で政務を取っていた。慶長五年に宇治則が没すると、宇治則の志士である北上氏政は、医療七千国と外野国に配領していた、自身の四千国を合わせて一万千国の、戸様大名となり、 狭山藩が立藩され、初代狭山藩主となった。陣屋は広大な狭山池の北東に、上屋敷、東藩に、下屋敷が築かれた。現那2年、二大四神の第二陣屋を池尻村に設置し、三大四州の第二、本丸にあたる上屋敷が完成した。五代、宇治友の第二は、東桶川対岸の半田村に、下屋敷が完成した。以後十二代、 宇治行きの大まで続き、明治維新を迎える。御殿は、天明二年に消失し、天明六年に再建された。上屋敷跡は、藩主御殿跡に、狭山藩、神屋跡一渋組と説明案内版がある以外は、特に何も残されていないが、道路や区画は、比較的によく残っている。上屋敷の庭園にあった上池、中池、下池のうち上池と、 中池は埋め立てられ、大阪狭山市立東小学校、大阪狭山市立東幼稚園の敷地として利用されており、小学校の一部は屋敷跡地にもまたがっている。また、上屋敷を南北に縦断する大手筋は、大阪府道198号河内長野三原線の一部区間として利用されており、大手筋の北表門は、 大阪府堺市堺区新名町東二町にある浄土新州本願寺派堺別院に移築され同寺院のおなり門として現存する下屋敷跡は,は鞘山遊園として平成12年まで利用されていた閉園後も一部が鞘か、公園として利用されている市の埋蔵文化財放蔵地として周知されている南海高野線大阪鞘山市駅下車 徒歩にて、約10分ほど。平安時代後期、多治比郡が、丹南軍と丹北軍に分けられて設置された。多治比神社など、多治比を関する地名、建造物は、今も随所に残る。同地案内版に、1400年の歴史を今に、伝えるとの記述。ありがとうございます。